Thank um. you. よろしくお願いいたしますそれではリスナーの皆様丹波市民の皆様明けましておめでとうございますかかかしい新年をお迎えになったことと思います丹波市はコロナで苦しみましたけれども元気で新年を迎えたと思っております今後とも丹波市政しっかりと運営していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれではここからは の質問です林市長昨年の1年を振り返ってみてどんな1年でしたかえ、そうですね皆さんご存知のようにやはりコロナ禍ということで何度も何度も大きな波が来てその度に市政が滞ったり市民の皆様にも大変ご苦労をかけたなというふうに思ってますえ、しかしながら 私はずっと最初から年頭からですね地域が元気になるためにイベントとかお祭りとかしっかりコロナ対策をしながらやっていきましょうということを言ってましたので少しずつですけどもイベントととかお祭りが始ままっったなというふうふに思ってますそういうことによって地域の元気が少し出てきたんじゃないかなというふうに思ってます。感染対策をしながら行われた さまざまなイベントには、たくさんの皆さんの元気と笑顔が生まれてましたね。林市長。他には。昨年一年で。何か印象に残っている出来事は。ありますか。そうですね。あの市政で言うと。この年度初めからですね。新しい予算として。ハッピーバースというのをやりました。これは。 丹波市にとってはやっぱり人口減が一番大きな命題ですので私自身が公約にも挙げてましたように子どもをどうして増やしていくんだという話の中で「ハッピーバース」という一つのパッケージですねその中で第1子に10万円第2子にも10万円第3子には50万円というふうにしっかりと皆さんが子どもを育てようという手助けになるようにということで。 そそういういことをしていますすれから木のおもちゃですね丹波市にある木のおもちゃとかからまた小豆とか人参とか地元のものを使った離乳食とかそれからまたおむつを捨てないかんからゴミ袋を何回かに分けて渡したりそうやって少しでも子育てに手助けができればということをやったのがですね今年の一番だなというふうに私は思っています。 多いですしお父さんお母さんはとっても助かりますねそれからですねもっと他のこともありますね例えば青垣地域なんかはあの本当にずっと一人の先生で青垣国保診療所ね久保田先生が一人で頑張ってこられたんですけどこの4月からあの新しい先生に来ていただきまして診療が2人体制2人対しになりました。 これはやっぱり市民の皆さんにとってみるとやっぱ安心ですね。今まで1人だったのでちょっとしんどいところあったんですけども、2人の先生が来てくださった。また若い先生で地域医療をしっかりやりたいという志を持った先生が来てくださいましたので、看護師なども増員してしっかりと地域医療に向き合っていきたいなということは思ってます。で長らく探していたんですがやっと来てくださって本当にこれは嬉しい出来事でした。 医療と聞いてラジタン頭に浮かんだんですが氷かの医療センターまでのバスルートがどんどん開拓されていますよねそちらについてお話をいただけますか私選挙の時にですねバスでまっすぐに医療センター行けるようにというようなことを申しましたので今青崎からも奥からも 原の医療センターままで行けるようになってます県立医療センターですね。でそれから秋ごろですけども小名座の谷まで一番奥までこれも増便延長になりまして小名座の谷からも貝原まで行けるようになったというこれはすごい嬉しいことですね。それから三男町にとっても今度は中学校が合併するということでその生徒の足も含めて公共交通をしっかり 伸ばしてですね。これも県立医療センターまでは行けるようにということができてます。ですから、あの春日町も王子の奥から、えー。行けるようになってますので、えー、すべての、えー、各地域から行けるようになってます。なんとか、一今地域も、うん、まあ、武田の、ね、一番福知山よりから。また、崎山の谷から。 医療センターへバスで行けるようになればなということを考えているところであります。ありがとうございます。昨年の出来事でこれは良かったなということがありましたら教えてください。えー、私の近所にご存知のように、えー、道の駅ありますね。おばあちゃんの里、まあおば里おば里って言ってますけども、このおばあちゃんの里が三、えー、月の二十六日にですねリニューアルオープンしまして。 100台ぐらい車がたたくさんままるようになりましたでもこの100台ほど増えたんですけどもこの10月の黒豆の時期にはもうすごい人が来てくれまして高速から降りれないというぐらい十つなぎになって本当に満員でしたそしてねありがたいことに10月一月で1億円売り上げたというふうに聞いてます。ここんななととは初めててで黒豆がないと言って ちょっと産地の生産者の方に「早よう持ってきて!」って言わんないぐらいたくさん売れてあのすごいにぎわいでしたこれもリニューアルしたおかげかげなと思ってます今ね第2期工事としてトイレなんかも今きれいにしてますので前はその駐車場と物産会を倍ほどに広げたのと。 それからまあ他の地域に行けるような観光案内所をしっかりしたんですけども今度はあときれいにトイレをきれいにしようということで今やってますのでねこれまた今年の春にオープンすると思いますのでまたあのお越しになっていただきたいなというふうに丹波市の玄関ともいえる場所たくさんの観光客の方にもご利用いただけたんではないでしょうか。え道の駅からね 観光案内しているので例えばこの前のもみじの季節去年秋のねもみじの季節なんかは道の駅で一服してそこからもみじで見に回ったとかねそういう道案内になったなというふうには思ってますありがとうございますそれではもう一つだけ良かったなと思うことを教えてくださいもう一つ言っておきましょうかこれはね えー、一島球場一島球場今ねリニューアルで2億円ぐらいだったかなかなりのお金をかけてスコアボード一島球場にはねスコアボードを今新調してまして投げたボールの球速が出るとかそういうスコアボードを今作ろうとしてます。ここれれもも来年の夏ににににははねね間に合うよううよというふうに思ってますけども、えーこれはね 今度女子野球タウンこれ全国の女子高校野球の聖地ということで女子野球タウンというのに丹波市が認定されました。これは女子野球連盟から認定されるもので丹波市は女子高校野球の聖地といわれるこの公式の女子高野球をやってますのでこれが評価されて認定されました。このこのとによって いろんなねとこに女子高校野球がニュースになってでテレビもたくさん来てくれるようになりましてご覧になったかと思いますけども甲子園球場で男子のね決勝をする甲子園球場で女子高校野球の決勝を持っていくということで去年2回目やりました一昨年と去年と私2回とも行きましたけども大変大勢のね去年はもう有観客だったので。 お客さんもたくさん入っていただいて、丹波市の女子野球やってる子にね、小学生のそのチームなんかもゲストで読んで一緒に見ていただいたところで決勝ができたなということは大変良かったなと思ってます。まあ丹波市のね宣伝とまあシティプロモーションって言うんだけど、こういうふうに丹波市を有名にしようという一つの手助けになったなというふうに思ってます。これは知らない方もいらっしゃる。 かもしれませんがね実は丹波市は女子高校野球の聖地なんですね丹波市民一丸となって皆さんで盛り上げていけたらいいですねそれでは次は逆に昨年これは苦労したなということをお話しくださいこれはまあ市民の皆さんにも残念だったんだけど。 実は私が公約にも挙げておりましたゴミ袋の半額これがまあなんとかいけるかなと思ったんですけども、まあ、議会の皆様にちょっとご理解いただけなくて残念だったんですけども、えー、もうすぐちょっとそこまで来とるんじゃないかなと思ってます私は、えー、丹波市に帰ってこいよ我が子に帰ってこいよまた来たい住みたいという町にしたいというのが一番の公約でございますのでやはりそのためには 兵庫県1高いまあ、兵庫県の中でも二番目のところの倍ほど高いというようなこのゴミ袋はやっぱりよそ並みにせめてよそ並みにせないといけない,いかんなというのが私の思いですそのご理解を願えるように何とか説明していきたいなと思いますしまたもう一度チャレンジしたいなというふうに思ってますやっぱりあの市民の皆さんに、ねえー、住みよい帰ってこいよと言える街にするためにやっぱり 住みよい町にしなきゃいけませんのでやはり兵庫県で一番高いというのはねちょっとなかなか言われるだけでもねちょっと辛いとこありますしあの移住してきた方々にもねえ、なんでこんな高いのと言われてますのでなんとかこの辺は全所していきたいなというふうに思ってますありがとうございますそれでは次の質問に参ります昨年もまた コロナ禍の世の中でしたがこのコロナウイルスに対するお考えをお聞かせください。これはね今国の方でもいろいろと考えておられますけどもやはりもう今からはコロナをね前はアフターコロナって言ってましたけどなかなかアフターにならないのでこれからやっぱウィズコロナということでやっていかなきゃしょうがないんじゃないかなと思います。ですからあのもう少し、ね、あの接種を しっかりとやっていただくとかなり違うんですね例えばで、ね、丹波市ではね60歳以上の接種率はすごい高いんですそうしたら今最近のちょっと人数把握を見てみますと60歳以上は案外少ないんですねやはり20代30代10代この辺がやっぱりね接種率がうんと低いのでやっぱりその辺が今罹患されているなというふうに思ってますまう、あ ワクチンに対してはいろんな思いがありますので決して強制はしませんけども自分も大丈夫だという人はなるべくワクチン接種をしていただいて自分を守るためまた自分の家族を守るためまたみんなの友達を守るためにも理解ができる方は接種していただきたいなというふうに思っています。まあ、小ささいい子子もを、ね、持たれているお母さん方はやっぱりののことが心配ですのです接種率も 十何パーセントとかねそれぐらいすごい低いんですけどもああのまあ、そこは自分たちの考え方で、えー、市としては絶対強制するものではないですのでよくお考えになって、えー、身の安全ということで考えていただきたいなというふうに思っていますウィズコロナですか確かに恐れているばかりでは何もできないですからね 普段からお忙しくいろいろ毎日大変なこととお察しするのですがその中で林市長が日常息抜きとして行われていることを教えてくださいそうですねこの805でも何回も言ってますので、えー、毎日黒い城に登ってますっていうことをよく言ってるんですけど、えー、去年の秋11月でしたかね。えー 回の大台に乗りましたえ皆さんにねあのおめでとう言っていろいろなものをあの飾りつけとかしていただきましてフェイスブックに載せましたけどもえまさか私も登り始めるときにこんな続くとは思いませんでしたけどもえ、ね、でもね城山についてはこ、ね、黒井城については8,000回ぐらいの人と6,000回ぐらいの人が私よりたくさん登っている方がおられるというふうに聞いてます。 まあ私が3番目か4番目ぐらいかなと思いますけどもしかし5,000回と一口に言いますけど約15年かかりますね年間300上っても15年では追いつかないのでまあ私はたい1年間で340かそれぐらい上ってるのでまあ15年で達成できたんだなとは思いますけどもまあ本当に寒い日特に最近はねマイナスになることもありますので。 こんな時でも、まあ、皆さん一緒に登ってるので登れるんですけどもんまあ息抜きというか体力づくりというかうん私にとってみたらまあ朝の散歩ですけども、えー、怪我をしないように、えーまあ、考えながらですけどもずっとできるだけ限り続けていきたいなと思いますしこの私の、まあ、雲海の写真とかね山頂からの写真を楽しみにしてますよっていう声も聞こえてきますので。 できる限り続けていきたいなと思います林市長の山勝これは大変有名ですね市長体に気をつけて今年もたくさん登ってくださいね もちょうど折り返しを迎えますが、残りの半分の人気はどのようにして進めていきたいですか？えっとで、ね、丹波市はね子育てとか教育とか福祉とか他の市にね全然負けないくらいいろんな施策をやってます。でも本当にね負けないというよりも勝ってる施策もたくさんあるんです。 ただ少し、ね、それを皆さんにお知らせするのがちょっと下手かなと思ってこんなことやってますよという宣伝をするのとまた、えー、今年は特にね子育ての件であの医療費のこととかそういうのをしっかりと拡充していって、まあ、今明石のね和泉市長が有名ですけども和泉市長が言われてる明石にでも負けないぐらいのことを丹波市はやっていきますので、えー、十分にあの丹波市でも 子育てができる特に私が思っているのは例えば都会でで万円ぐらい稼い稼もアパートとかかか家賃に、ね、10万円ぐらいいかかってしまいますところが丹波市で30万円で10万円ぐらい少なくてもやはり丹波市だと家は安いしまあ親に貸してもらってもいいしそういうところで暮らしやすいと思うので子育てするならやはり丹波市の方が子育てしやすいと。 いうふううふに思ののでその子育てしやすい丹波市をより子育てしやすいように市が応援していくとこのことをしっかりやっていきたいなと思います。去年から始めているハッピーバースなんかも充実させてねで、えー、認定こども園うちは待機児童いないと言ってますけども認定こども園にもしっかりとお金をかけて子どもたちが安心安全で園に通えるようにやっていきたいと思ってますしそれ以外にも小学校中学校と。 切れ目なく皆さんで地域の人がちゃんと見守って育てるっていうのが丹波市のいいところだと思うのでそういうことにも気を配っていきたいなというふうに思ってます丹波市の魅力を発信していくということで昨年は若い世代の人たちとの意見交換もされておられましたがどのような意見が出てきましたかそうですねあの若い人たちはやっぱり新しい考えを持ってるし SNS なんかでもあのどんどん発信してほしいという,うことを言っておれましたので私はフェイスブックを主にやってますけどインスタグラムとかあの辺が若い人には受けますよとか言って聞いてますのでそっちの方にも挑戦していきたいなというふうに思ってますし別にあの若い人の意見だけじゃなくてねあのお年寄りの意見もすべて聞きたいと思ってます。今こうやっててインタビューしている視聴室も 扉開いたままですけども私はずっと扉開けてます私がいて、えー、お話しできる状態の時には扉開けてますので、えー、いつでも来てくださいというふうに申し上げてます。今日もね、えー、11時過ぎに、えー、全然予想もしなかった予定もしてないアポも取ってない人が「市長さんちょっといいですか?」って入ってこられました「あどうぞ」ということで話しましたけどそんな感じで私が相手さえいればいくらでも お話ししたいと思いますので、ぜひ気軽に来てほしいなというふうに思います。オープンな市長室、素晴らしいですね。次の質問なんですが、林市長が思う丹波市の魅力って何ですか？ええー、私はまあここで生まれ育っているので、まあいいところは気がつかないというようなことがあるかもしれませんけど。 私がね、丹波市がいいのはいいなと思うのは覚えているんですね僕は例えば小学校の時からの先生も一人一人何年生の時は誰先生で全部覚えているしそして卒業してからもこういうふうに仕事してあ誰と出会ったこんな感じだと言ってその人人を覚えているんですね。ということはやっぱり人がいいんじゃないかと、うん、周りの人がいいんじゃないかと。で さっき先生って言いましたけど先生なんかでもね卒業して何年も経ってても「とくちゃん」って言ってくれるんですねこれは先生の方も覚えてくれてるで私の方も「何々先生」って覚えてる、まあ、こうやって人と人がしっかりと話しできるそういう覚えてるということはやはりそれだけあの濃密にこういろんな、えーまあ、お話をしたりお付き合いができたからそういうふうで覚えてるんだなと思います。でもう一つ面白いのはね たまにまあ市長として何かの会議に行きますと昔私がえまあその時は土木事務所であったり土地改良事務所であったりする私の商売する時の相手方の職員さんがねまあ課長とか偉いさんになられて「市長私のことを覚えとってですか?」言うてね挨拶してくれることがあるんです。これは大変嬉しいでまた覚えてるんやねであ あ,あの時のいう感じでね、そういう人と人がいつまでもそうやってつながりあえてるっていうのが丹波市の一番いいところじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。それでは市長の今年の抱負をお願いします。ええー、まあ折り返しましたので、えー、今まで皆さんとお約束したことを一つ一つ叶えていきたいなというふうに思いますし。 病院へっぐ行くバスまたそういうこと,ととともにゴミ袋の半額えそういう皆さんとお約束したことをしっかりと実現できるようにえ頑張っていきたいなと思いますしもう皆さんにもよく覚えてもらっててえ市長「帰ってこいよ」言うとってけど住みやすい町にしてよってもう最近市民の人から言われてますのでねえ今年も「帰ってこいよ」と言える。 住みやすい町を目指して頑張っていきたいというふうに思いますたくさんお話ししてくださってありがとうございます今年どのような丹波市になっていくのかとっても楽しみです最後になりましたが805丹波を聞いてくださっているリスナーの皆様に向けて何かメッセージをお願いいたします はい、これからも何度か「805」には呼ばれると思いますので「市長こんなことを話してほしいわ」とかそういうことがございましたら「805」でも私の秘書課の方のメールにでもいろいろと聞いていただければそういうことでまた「805」さんにお世話になって30分話したいと思いますのでぜひこんな話!」というのを聞かせてほしいなというふうに思います。 は丹波市市長林時彦さんに新年のご挨拶をいただきました林市長本年もどうぞよろしくお願いいたしますはいこちらこそよろしくお願いいたしますありがとうございました